一塁ランナースタートを切った。抜群のスタートでした。荻野盗塁成功。いやピッチャーがモーションをもう起こす前ぐらいから走ってましたがいやもうあのはもうどうしようもできないですよね。このスタートです。だから荻野本人の中では何かのやっぱり根拠あってのやっぱりスタートだと思うんですね。やっぱあのタイミングでスタート切れるというところがですね、はい、そうでしょうね、はい。